皆さん、こんにちは。京都大学教授の岩下です。私の主催にようこそいらっしゃいました。コロナの関係で大学での対面授業ができなくなって4ヶ月。私はこの東京の自宅から京都の学生にリモートで授業をしてきました。できるだけ、良いコンテンツをですね、しかも、わかりやすく届けたいと。様々なその機器のトラブルなんかにかかりにくいようにしようということをいろいろ工夫しまして、自分の書斎にですね、いろいろな機器を導入してきました。それについて、何回かに分けて皆さんにご説明をしたいと思います。私の書斎のですね、一番のこのポイントとなる機械というのは、これですね。ATEM Mini というスイッチャーです。これに加えてですね、当然通常のパソコンを使いますね。そしてもう一つ大事なのは、このカメラです。パソコンについてるカメラじゃなくて、コンパクトデジカメを使っています。こうすると、別の画像として撮れるということのメリットがあります。そしてもう一つ、今、この皆さんに、写真を、カメラで紹介したときに、写したですね、これ実は普通の iPhone なんですけど、これをハンドヘルドのカメラとして利用しています。もしかしたらこれだけでもできるかもしれませんね。そういう工夫をですね、いろんなところでして、このスイッチャーを利用しながら、授業や講演をしています。では、実際にどうやって授業をやっているかというところをちょっとお見せしたいと思いますけれども、授業の時は当然、いわゆるスライドを使うわけですね。これは先ほどのパソコンの中に、先日、講演で使ったスライドがありますので、これを載せます。ただ、このスライドだけだとちょっとつまらないので、ここに横にですね、大きめに、顔を入れるようにしています。ズームの標準の機能で普通に録画すると顔が隣に入るんですけれども、どうもそれだとですね、あまり、大きさの差が違いすぎて、表情もよく見えなかったりしますから、これぐらい大きいと、割と、例えば身振り手振りをしても伝わりやすいと思います。で、その上でこのスライドをこう投影していくわけですね。で、この投影をするときに、例えば、途中まで投影した上で、実は、普通に話を、もうここでしたいな、という感じのときは顔に切り替えます。あまりありませんけども、例えば手元の資料を見せたいな、っていうときはですね、こうやって先ほどのハンドヘルドのカメラを使って、見せることもできます。そして、むしろ資料に戻って、で、ピクチャーにピクチャーを入れて、で次のスライドにどんどん移っていくと。こういう、授業の進め方をしているわけですね。これ以外にも様々な工夫をしてですね、音であるとか、あるいはカメラの設定であるとか、パソコンの設定であるとかですね、いろんなことを工夫して、できるだけ、いい授業を、動画で届けたいと思っています。そのノウハウというほどのものではありませんが、いろんなことを、私も YouTube で、教わったので、こういう動画の形で皆さんにお話していくことにしたいと思います。もし、ご関心がありましたら、ぜひチャンネル登録をしていただければ、定期的に動画をアップしていく予定ですので、ぜひご協力をよろしくお願いします。では、さようなら。Music